こんにちは、東京ベジライフの夏希です。来週火曜日はバレンタインデー。そこで今日はバレンタインデーに大切な人への贈り物、そしていつも頑張っている自分へのご褒美にぴったりなスイーツたちをご紹介します。最初にご紹介するのは 100% 植物由来のケーキショップ、東京広尾の春岡田のスイーツ。最近の情熱大陸にパティシエの岡田氏が出演されたことで注目されているショップです。繊細で手の込んだ本格ケーキが楽しめます。季節のフルーツなどを使った限定ケーキもあります。店頭での当日販売もありますが、数量限定のためオンライン予約がおすすめです。一部のスイーツは通販もされていますよ。今回いただいたのはロイヤルショコラ。上品な味わいで乳卵不使用とは思えない仕上がりです。思ったよりもミルキーで甘さが強いので、子供も大人も楽しめると思います。次にご紹介するのは東京新宿御苑のビーガンケーキショップ、マルブルビーガンのスイーツ。こちらの特徴は乳卵不使用だけではなく、一部のタルトなどを除き、ほぼ全てのスイーツがグルテンフリーという点。そして種類がとても豊富。人気の定番ショートケーキをはじめとして、その他のケーキ、タルト、マドレーヌ、プリン、クッキーとどのスイーツも美味しいので、足しげく通って全種類制覇したいですね。テイクアウトも可能ですが、イートインでゆったりティータイムがおすすめ。通販もされているそうです。今回は月に2回のフルーツサンドイッチデーだったので、チョコクリームのフルーツサンドをいただきました。グルテンフリーのパンですが、ふわふわでチョコクリームもとても濃厚。豆乳ベースだと思いますが、大豆臭さは全くありません。ボリュームも十分で満足感がありますが、クリームは軽い後味で重さがないので何個も食べられそう。14日までバレンタインデーの特別チョコ、クッキー、ホールケーキもあるそうなので、ぜひチェックしてみてくださいね。次にご紹介するのは東京小伝馬町のビーガンベーカリー、オブゴベーカーのスイーツ。まるでブルックリンのベーカリーに足を踏み入れたような雰囲気。ボリューミーなアメリカンスタイルのマフィン、パウンドケーキ、しっとりとした食感のクッキー、サクッとした厚めのクッキー、スコッキーが各種いろいろなフレーバーで楽しめます。個人的に大好きなお店で、実は東京に来るとほぼ毎回来ています。お土産や差し入れ、プレゼントにもよく利用しています。小伝馬町の他に複数店舗があり、オンラインショップもありますよ。今回は14日までのバレンタイン期間限定スイーツの中から、スイートストロベリーハートクッキーとラズベリートッピングのチョコマフィンをいただきました。期待を裏切らない美味しさ。カジュアルな雰囲気で友達とのカフェタイムや、一人でフラッとお茶をしに来るのもおすすめです。最後にご紹介するのは長野県長野市のビーガンのチョコレート専門店、ココシュシュのチョコレート。白砂糖の代わりにメープルシロップ、生クリームの代わりにカシューナッツミルクを使った濃厚で上品な味わいのチョコレートたち。フレーバーが何種類かあり、まるでアートのような美しい仕上がり。パッケージも可愛くて贈り物にぴったりです。通販の他に長野市のふるさと納税の返礼品もありますよ。バレンタインの期間限定フレーバーもあるようですので、ぜひチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はバレンタインデーの大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりなスイーツたちをご紹介しました。どれも個人的にとてもおすすめなお店なので、ぜひお試しください。それでは See you next time!